ミオドラク・グロフ・ボージョビッチは、ユーゴスラビアモイコバツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。U-21 ユーゴスラビア代表歴を持つ、長身 DF。1998年7月から、同じく、ユーゴスラビア人の FW ドラガン・デュカノビッチと共にアビスパ福岡に加入。 契約は1999年6月末まで残っていたが、構想から外れ1999年2月に契約解除になった。試合出場は8試合のみにとどまった。2000年に引退後は指導者の道に進み、2002年6月に、ラドミロ・イバンチェビッチ監督のアシスタントコーチとして、コンサドーレ札幌のスタッフに加わったが、イバンチェビッチ監督の退任に伴い、 数ヶ月で退団した。帰国後は、セルビア・モンテネグロリーグの FK ボラズ、チャチャク、FK ハイデュク・ベオグラード、FK ブドッチノストッポド・ボリツァの監督を歴任している。2015から16シーズンより、フルスである、レッドスター・ベオグラードの指揮官に就任した。2018年10月5日、クリリア・ソベトフ・サマーラの監督に就任した。ありがとうございます。